羽結源と空二郎の特別な日サプライズ登場とダンスの始まり7月9日の日本テレビニュースエブリその日の天気予報コーナーで羽根結玄とそらジロが共演するというサプライズが待っていたスタジオが一瞬にして明るくなる羽根結玄がそらジロと一緒にチューチュートレインを踊る場面は見る者の,の心を一気に温かくし笑顔を誘った 視聴者の反応。そらジローのインスタグラムには、その時の二人のダンス動画とツーショットが公開された。笑顔で踊るハミユメクスゲンと、ゆるい表情のそらジロー。その対比が視聴者の心をつかんだ。癒される。かわいい。楽しそう。など、多くのコメントが寄せられた。サプライズ訪問の感動。その後、ハニークツゲンは、能登半島のシマ中学校を訪れた。 そこでの特別授業で生徒たちとの質疑応答が行われた。ハニは自分の好きな食べ物や買った時の気持ちそして29年間の人生について語った。彼の言葉は被災地の生徒たちに深い感銘を与えた辛いこといっぱいあるけどでも実は楽しいことの方が探そうと思えばいくらでもあるという羽マの言葉は震災を経験した生徒たちにとって心の支えとなるメッセージだった。 アのハイタッチ授業の最後に、花菜は,は生徒一人一人とハイタッチを交わした。観客待ってアを流す生徒たちに、なかでええー、って、優しい言葉をかける姿は視聴者の心に深く刻まれた。放送されたのは授業の一部だったが、その瞬間は和島中学校の生徒たちにとって特別なプレゼントとなった花ズゲンの思い。放送後、ハニムゲンは、 能東半島の輪島の皆さんの思いを伝えられたので本当にいい機会だったとコメントしたまだまだ辛い思いをしている方々がいる中で少しでも力になれればというハメの思いが視聴者にしっかりと伝わった緊張の中でのダンススタジオ年出演という緊張感の中でハメルはしっかりと自分の言葉で被災地のカタカバタへの思いを伝えたそして ソラジローとのチューチュートレインダンスが再びスタジオを明るくした木原さんも加わり大勢でのダンスが披露されるシーンは視聴者にとっても忘れられない瞬間となった見逃せないダンス動画ヒテレニュース公式 YouTube には浜野吉玄とソラジローのチューチュートレインダンスの動画が公開されている別角度からの練習の様子も見ることができるソラジローの公式インスタグラムにも ツーショットやダンス動画が投稿され多くのファンが楽しんでいる最後にこの特別な日の出来事は羽根にきつとそらジローの温かい交流そして被災地への思いが詰まった一日だった視聴者にとっても心温まる瞬間の連続であり多くの人々に笑顔と感動を届けた俳優はきつの思いとともにこれからも続く彼の活躍に期待が高まる